日程第23、議案第24号、伊豆地域振興基金、伊豆市地域振興基金条例の制定についてから、日程第25、議案第26号、伊豆市火葬場条例の一部改正についてまでの3議案を一括して議題といたします。質疑の通告がありますので、これを許します。まず、議案第24号、伊豆市地域振興基金条例の制定について、はじめに2番、山口茂議員。2番、山口茂です。時間も相当してますし、この内容につきましては相当やり取りをしていますので、執行部の皆さんには答えなかったのけことだけを答えていただくということで、だらだらあまりやらないようにしましょう。ということで、議案第24号、伊豆市地域振興基金条例の制定についての質疑について、通告のとおり、発言をさせていただきます。1、この条例の制定の目的であろうと思いますが、第1条に基金について市民の連帯の強化または地域振興等に要する経費の財源に充てるとありますが、どのような事業の財源に充てることを想定していますか。これはまあ繰り返し来てますので、結構ですとは言いませんけれども、何かコメントがあったらいただきたいと思います。2番、同様の趣旨と思われますが、すでに地域づくり協議会が設置され、多額な財源が投入されています。協議会をスタートさせるときに、こうした基金を設置して活用するという議論はなかったのですか。3番、基金ですので、これの運用から生まれる収益をもって、目的達成のための財源に充てるというのが正当な手法だろうと思いますが、現下の金融資産運用環境では、24億円の原資では満足する財源規模は確保できないと思います。これをどのように考えますか。4番、また第6条に規定する処分のところで、目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、その全部または一部を処分することができるとあります。これは基金そのものを食い潰すというのはあまり穏当な表現ではありませんで、すべて取り崩すことが可能というふうに書いた方がいいかもしれませんと読み取れますが、そのように理解してよろしいですか。また場合に限りと限定していますが、その理由は。5番、第7条の委任では基金の管理に関し必要な事項は市長が別に定めるとありますが、具体的にどのようなことを定めることになりますか。以上、質疑いたします。よろしくお願いいたします。それでは答弁願います。秘書。まず新市建設についての市長としての考え方を申し上げます。新市建設の中で、市の形、これコンパクト&ネットワークというのは見えやすく、それから合併特例債を当てる事業も分かりやすいと思うんですね。中心市街地を形成し、そして、道路網等のネットワークを形成し、で地域にそれぞれ拠点を作っていく。でその市の形を作り変えるだけでは新市建設にならないということでございまして、もう一つ大きな柱がやはり地域コミュニティの再生というものがあります。昨日国土交通省から呼びいただいて、津波防災シンポジウム名古屋であったんですが、大変お世話になった加藤先生がですね、別に伊豆市ではない例で、ある村では人口100人、赤ちゃんからお年寄りまで100人、そこではもうものすごい素晴らしい街づくりができていて、で先生がそのシンポジウムをおっしゃったのが、100人でできることがどうして規模が大きくなるとできていかなくなるんだろうと。でその時にまさに、あと懇親会の席で話したんですが、やはりその顔と名前が一致する範囲でのコミュニティ、昭和30年前後の町村合併が行われる前の歩いていた時代、村役場まで歩いていた時代のコミュニティというのがやっぱりある意味その地域づくりにとっては適切な規模なんだろうという感じが改めていたしました。それがすっぽりその伊豆市に適用されるわけではないんですが、そういった意味で その人のつながりの中での地域づくりというもの、コミュニティの再生というもの、これも相当しっかりやらないとやはり新市建設にはなっていかない、形だけではできない、そんな観点で市長としては事業を考えているところでございます。総務長、詳細について総務長から答弁をさせます。それでは総務長。はい、議長。それではまず1点目の、どの
な事業の財源ということでございますが、先ほど来、答弁させていただいております。まず、市民の連携の強化というところにつきましては、今今日申した通り、基本的にはまずは地域コミュニティで、現在、伊豆市で、自治会といいますか区を対象にした補助金が12項目ぐらいございます。それらはやはり原則自治会への補助金ということはイコールコミュニティにつながるのではないかと。でそれに合わせて、地域づくり協議会への交付金等がメインとなります。また、もう一つ目の地域振興等に要する経費でございますが、これはやはり合併する前の旧4庁それぞれ、どん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 衰退していくのではなく、現在もやってます地域の拠点づくり事業等がありますので、それらにの事業に充てる。また、当然市民の公共交通にも市の補助金等出ておりますので、それは当然地域のための事業として活用できるのではないかというふうに考えております。2点目の、地域づくり協議会の設立するときの議論でございますが、この基金の創設が、なぜこの時期になったかというのと合わという理由と合ってくるんですけども、当初なかなかこの基金の活用方法ということが、あまり情報がありませんでした。でその中で、いろんな他市や状況を見たりですね、どんな事業に使われているかというのを検討しておりました。当時地域づくり協議会を検討していたときには、この基金についてどういう方向でいくのかというのは全く未定の状況でございましたので、正直なところこの地域づくり協議会の交付金の財源としてこれを充てるというところまでの議論には至っておりませんでした。4点目になります。この取り崩しについてですが、議員が考えている通り、この基金につきましては運用益に限らず、基金、本体といいますか積んである基金自体も、この目的の達成のための取り崩しは可能となっております。で、合わせてこの場合に限ると規定しておりますのは当然設置目的のための取り崩しを可能とするものですが、他の目的のためには取り崩しはできませんという趣旨でございます。5点目の、第7条の委任規定でございます。これは他の基金条例も同様な規定を置いてあります。具体的には現時点では伊豆市公金管理及び運用方針を定めております。内容としましては、公金管理の基本方針や保管及び運用についての具体策を定めております。この、内規的なものが、委任規定にあたるものだというふうにご理解いただければと思います。私からは以上です。次に、会計管理者。それでは私の方から3番のことについて回答させていただきます。議員ご指摘のとおり、現在の金利状況におきましては預金をしても財源の確保は非常に難しいと。本条例ではですね、第3条第2項にあるとおり有価証券としての保管を可能としているという文面がございます。地方自治法施行令第168条の6におきまして、会計管理者は債権現金を指定金融機関その他の確実な金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならないという、規定がございまして、ここでも確実かつ有利ということを原則としております。現在の利回りにつきましては銀行等の定期預金の場合ご存知の通りおおむね年に 0.01% という状況でございますけれども、国債ですとか、県政令市の発行する地方債などの場合ですと、満期の年数によっては異なるんですが、現在は年 0.5 から 0.6 程度で、十分とは言えないんですが、財源確保が可能な有価証券が、というふうに考えております。また伊豆市におきましても平成27年度からこういった財政調整基金
等を使いまして、こういった運用をしておりまして、本年1月現在では、6億円の地方債等の有価証券を運用いたしまして、買い替えの運用益も含めまして、昨年度、平成29年度では910万円、また本年度は2100万円ほどの歳入となっております。今後もこの当基金につきましては、財政と調整をしながら、有価証券への運用ということを進めていきたいと思っております。以上です。それでは再質問ありますか。はい、山口議員。はい、再質問をさせていただきます。再質問する前にですが、市長から改めて新市建設についてということでいろんな話を聞いてお話をいただきました。まあ、人口減少が進んでてこの町はどうなるかなと思ったんだけど、まあ、100人ぐらいまで減るのは平気みたいですからというのは冗談なんですけども、まあ、減ってもやっぱり活力のある町を作ることができるんだなというような例のことを言ったのかなというふうに思ってますので、まあ、減ることを期待しているわけではありませんけど、どっかで食い止めなきゃいけないとは思うんですが、市長の発言を聞いてそんなことをちょっと思いました。再質問に入りますが、まずこの条例でやっぱりどういうものに使うのかということが明らかでないのにファンドだけ先に作るということに関しての違和感があったということがございまして、その辺がこの基金設置を先行するというのはいかがなものかなという思いがあって、まあ、質問を組み立てたんですけれども、まあ、いろいろ話を聞いてますと、これに関しては従来からいろいろ検討してきたと、それから先行している市町のいろんな事例も見ながら、その研究もしてきたということなんですが、まず一つは、かなり前からあるんですよね、自治体に、あまたの自治体が先発しているんですけれども、この基金を実施をして、まあ、いろんな仕掛けを作っていると思うんですけど、まあ、良い点とか悪い点とか、なんかいろんな評価があるんだろうと思うんですね。それから良い点であったとしても、伊豆市にそれが見事に合致するかどうかというのは、この伊豆市の民度とか人口規模であるとか、地形の関係であるとか、なんかいろんなことがあって、必ずしも他の自治体で OK だったものが伊豆市には OK になるというようなことはないとは思うんですね。それらについて何かどんな検討がされたのかというようなことが一つであります。それからどういうふうにこの財源を活用していくかということに関しては、まあ、既存の事業で主なのは先ほど来からずっと話がありますように地域づくり協議会なんていうのは分かりやすい事例だと思いますし、バスの自主運行というのもこれもなんか分かりやすいんですよ。それからコミュニティの、施設の関係であるとかコミュニティの、活動への、補助とかというようなことで既存の事業に対して、まず最優先でそれをに当てていくと、で新規の事業についてはどうかということに関してこれまでの質疑の中では特にこんなものを考えているというのはないんですけれども、今の時点では全くノーアイデアなのかどうなのか、いやいやざっくりとこんなことを考えているというようなものがあるのかないのか、その辺を聞きたいと思います。それから、まあ、市にとってやはり相当財源が厳しくなっているという状況がありますから、いろんな形でその財源を確保していくということはとても重要なことなんだろうと思いますね。で、まあ、この合併特例債を使って24億円のファンドができますと、でそのうちの、まあ、実質の市の負担というのはこれぐらいですよね、まあ、合併特例債ですからかなり有利だというふうに思うわけですけれども、この24億の基金で、その生み出す基金というのは僕はこの質問にも入れた通り、そこから生み出したやつで運用していくというのが正当な使い方だなと思うんですけど、先ほど の説明の通り運用環境が極めて厳しい状況ですから、その 利息で何かをしていくなんていうのはとても無理なんだろうと思います。ということはこれを取り崩しをしていく、で取り崩しもあれですね、償還の範囲だということですから、まあ、1年遅れで例えば2億2800万円がある、その次の年度で使える、もし使わなければ基金として残っていて、その次の年が4億5600万円になりますとかね、そうやってこうと増えていくということなんだと思うんですね。でそれに対して何かいろんなことを使っていくということなんだけど、結果的には十何年かの間にこのファンドを全て消失してしまうというようなことに多分なっていくんだろうなと、こういう使い方がいかがなものかなという思いがあるんですけれども、やはり財源を確保するという意味ではね、非常に重要なことなんだろうと思います。
で、まあ、合併特例債というのが有利な記載だということは十分承知しているんですが、今まで、まあ、この記載のこうバックで何でしたっけ、あれは地方交付税処理をされるということなんですけどね、今まで国が、その約束を違反したことはないというようなことをしきりにこの、まあ、文教課税の時からずっとそういう議論になっているんですけど、しかしそれが本当に違反したことはないけれども将来にわたって必ず約束されたものなのかというのは国の財政が相当厳しくなっているときに本当にあるのかどうかなのかというところがね、ちょっと不安なところが、あるわけであります。それからもう一つはですね、最後のあの、公金管理云々と言いましたけど、基金の管理はあの市長が別に定めるとあるけれども、別にこれはあのこの条例のために別に何かを定めるということではないということなのかどうなのか、この条例のためにね、なんかやるということですと、例えば2億とか3億とかという金をどこかで使うというときに、予算措置で、我々が議論するのは予算案にその財源を当てますということで議論をされたときに予算の議論でしか何もできないのか、その予算を提案する手前でなんか我々が議論をするというような、機会があるのかないのか、その辺をちょっとお聞きしたかったなと。以上です。はい、それでは答弁願います。はい、総務省会長。ちょっといっぱい答えます。すみません。1点目は、まあ、いろいろ他市を調べた結果、他の市で、まあ、使い勝手がいいから、それがそのまま伊豆市に当てはまるかということかと思います。当然どういう事業に当てられるかというのが、はっきり分からなかったのが現状です。で、この、基金ができた当時ですね、国の方は、この基金は運用益だけを使いなさいと、それもソフト事業にだけ使いなさいということで、当時、我々が合併した平成16年は、そういう使い方でしかできない。で、それだとなかなか運用益だけでなおかつ、ソフト事業だけとなりますとなかなか難しいというのがまず一番最初のスタート、合併当時で。それからなかなか国の情報とかいろんな情報入ってこなかったのが現状なんですが、その後国の方もやはり使い勝手が悪いということで、取り崩しもいいですよと。で、なおかつそれは先ほど申した通り、議員おっしゃった通り、償還の翌年度にその償還の範囲内は取り崩していいよというような運用になってきたものですから、じゃあ市として、どういう使い方ができるかということで、まあ今回提案させていただいているんですけども、いろいろ佐島町の事業を見ますと現に市がやっている既存の事業で当てはまるものが多いんですね。で、ソフト事業での新規の事業というのはなかなか難しいとは思うんですが、今仮に運用益で毎年2000万程度出るんであれば十分既存のコミュニティ関係や地域振興の財源には使えると。で、あとその新規事業の目論みなんですけども、今後今、まあ、コンパクト&タウンネットワークの時に小さな拠点、地域の小さな拠点作りというのはやはり新たな事業として動いております。で、その小さな拠点作り事業には当然ソフトもハードも出てきますので、そういう事業にも活用できるのではないかというふうには考えております。で、取り崩しを、まあ、やれば10年で終わってしまうのは当然なことなんですけども、原則やはり、まあ、会計管理者が先ほど運用のことも言ってましたが、ある程度は運用しながらということですので、原資としては、当然残しながら、まあ、取り崩しも併用しながらですね、運用はしていきたいと。10年で全部をなくすというような考えはもとございません。また特例債につきましては、まあ、保証されるのかと申しますと、まあ、これは一応法律で国の方が定めて、基準財政事業額に 70% を加算するという法律でのことですので、我々としてはその国の制度、法律を、まあ、信じてといいますか、現行制度にのっとった中での、まあ、ということを考えております。以上です。
はい、再質問ありますか。はい、山口議員。はい、議長。もう最後になりますから、既存の事業にという使う、財源を当てるということで、既存の事業は、まあ、象徴的なのは地域づくり協議会というところだと思うんですけれども、この事業に対してただ単に今の500万円を1000万にするとかね、いうようなことではなんかあんまり筋が良くないなという思いがあるんだね。でこれまで地域づくり協議会のあり方ということに関しては、旧の小学校区で、ですよね、3位で、今認めてるんですが、そのこの間のいろんな議論の中で、それじゃ大きすぎてちょっとうまく本当の意味の地域づくりできないよねという、もうちょっと小分割をしてというようなこともあったと思うんですけれども、そういうようなその既存のちょっとそれに限定して言うのはおかしな話ですが、地域づくり協議会を見直すという契機に、このことは見直しながら、それをうまく活用していくというような考えはあるのかどうなのかということを一点お聞きしたいことと、最後に、合併特例債を使っていろんなことをするということは市にとって非常に大事なことなんだろうと思うんです。それで市長も先ほど お話をいただきましたように、合併してから伊豆千園を作った、それから死尿処理の施設であるとか、今度はゴミ処理を行こうという、非常に市民にとって大事な必要不可欠なものについて使っていくと、これはもうよく目に見えて分かるやつですから、有利な機体を使ってやるということが十分よく理解できるんですけれども、市長、その後にお話としてね、予算の質について慎重に対応していきたいと、こういうような合併特例債ということに関しての使用ということに関しては、そういう言い方をされたと思うんですよね。それはもうまさにこの基金のこれからどういう財源に当てるかということに関して、それこそその質を慎重に見極めてね、やはり市民から妙なことを言われないような形でやっていくという使い方をされることを期待したいなというふうに思っています。今のは期待ですから、その前のだけ一つ。はい、答弁願います。総務長。はい、議長。先ほどのすみません質問で一つ、第7条の2日程のことをお答えを忘れました。これは特にこの条例のためということではなくて、他の基金条例にも運用のための内規ということで、委任規定を置いてございます。それと地域づくり協議会の、今後この基金を原資とした場合、もっと小さくして数を増やすという、そういうご指摘だと思うんですが、まずは現状のその制度の中での財源としての活用は可能であると。でそれはそれで置いといきまして、そのもっとその範囲をどうするかというのは、おそらくその財源というよりも地域づくり協議会自体の在り方ですので、それはまた別の議論としてしっかり、担当今総合政策部ですので、そちらの方と議論を、させていただきたいと思います。以上です。これで山口新議員の質疑を終わります。